アシュラージャーナルです。つい先日ゴリスポの方の動画でこの軟式用のグローブエリートの片付け動画をアップしました。でこれゴリスポが実際に型をつけて特に使用とかはしてなくて現在こういう状況。まあゴリスポの特徴としては結構呼吸を重視するっていうので、まあ、縦にこう使う片付けをゴリスポの場合はしてるんですけど、まあ、中学生とか小学生の中でこのグローバルエリートっていうのはめちゃめちゃ人気が高いと思うんですよね。まあ、自分も小学生のチームとか中学生のチームとかに行くと、まあ、3分の1ぐらいはミズノのミズノプロとかグローバルエリートを使ってるっていうのが今の現状だと思うんですけど、これはゴリスポが片付けをした中で柔らかいところは柔らかく硬いところは硬いので、まあ片付けがしやすいという風に動画で話したと思います。でなぜこれを片付けしたかっていうと、まあ、ちょいちょいお気づきの方もいるかもしれませんが景気的にはあまり良くない状況、かつ皆さんも家から出てショップに行けないっていうのがあると思うので、今回自分とゴリスポが片付けしたグローブをプレゼント企画にしようかなっていう企画をちょっと組んでます。で今月のプレゼント企画はもう始まってるので5月の16日にまたプレゼント企画発表があって入れ替わるんですけど、その時にこの外野仕様と今回のサムネにあるこのミズノの同じくグローバルエリートをプレゼント企画にしようかなと思います。でなんでこのグローバルエリートがっていうと、まあ、自分もこれまでいろんなグローブ使ってきて、特に学生の頃ってそんなにグローブをたくさん買えるわけじゃないんで、まあ、動画とかで自分らがこう紹介していいですよっていうとは思うんですけど、まあ、実際使ってみたいなっていう気持ちはあると思います。ですのでこのカラーに関しては3色使ってますので大会とかで使えないんですけど、キャッチボールとか練習で使ってもらってミズノのグローバルエリートの現状っていうのを知ってもらえたらいいかなと思います。こっちのゴリスポが片付けしたやつは学生対応のカラーなんで、もし気に入っていただければ試合とか使っていただいても全然 OK ですので、今回はこちらの新品のグローバルエリート内野塩の方を片付けしていこうかなと思います。でなぜこの3色かっていうのはソフトボール用なんですよ。野球用ではなくソフトボール用のグラブなんでちょっとこのカラーリングになってるんですけど、革的には全く軟式用でも全然使える革で、構造とかも全て軟式の H セレクション02プラスと同じ設計になっております。で自分が知ってる時のグローバルエリート結構昔なんでだいぶこう進化してるんですけど、この辺のドロール構造っていう強化されてる部分だったりとか、この中に点々が見えると思うんですけど、これで型崩れを防止したり強烈な打球を取れるような設計となっているそうなんで、今回また自分も片付けしてプレゼント企画にしようかなと思います。はい、早速やっていくんですけど、一応ポップとしてはこれが一番大きく映ってましたね。タフさを増した構造、さらなるタフさで掴み取るグラブということで、でこのグラブ自体はサイズが9で掴み取りのような設計かなと思いますので片付けしていこうかなと思います。であとプレゼント企画の応募方法なんですけど、チャンネル登録とコメントなので皆さんぜひ登録をして、あと何日か分かんないですけどお待ちください。じゃあ早速やっていきましょう。今回はオイル片付けをやっていこうかなと思います。ローリングスのスターターオイルを使ってまずは全体的に柔軟性を出していきます。あとパンチャーとボールを使用します。久々にミズノの片付けやるかなって感じですね。結構店舗で片付けをしたことはあるんですけど、ミズノを持って帰ってきてやるのはもしかしたら久々なのかなと思います。店舗に行ったらスチームとかあるんで結構すぐやるくなるんですけど、とりあえず今回はお店に行けないのでコロナの影響があるんで家でオイル片付けをしていこうかなと思います。とりあえず全体的に塗っていきます。とりあえず塗り終わったんで、ちょっとこうしっとりしてる感じで、結構今状態としては覚えてほしいんですけど、この状態ですね。形は綺麗なんですけど、軟式用だったら弾くかなっていう感じの型で、今の基本ベースは結構縦にこうなってますね。なのでこの形も残しつつちょっと作っていこうかなと思います。ここまで行くというよりはちょっとこの辺でいきたいですね。じゃあまず土手をほぐしていきます。ここですね。結構硬いのでちょっと多めに。はい、そしたら次関節をつけていくんですけど、この小指と親指のとこに折り目をつけて、ここで折って体重をかけていきます。はい、ここですね。そしたら次親指、ここの部分に寄せて体重かけると。で別の動画でもよく話してると思うんですけど、片付けてまずこう開閉の動作を行う時に、こことここのここっていうのはもうこれだけ柔らかくなりますので、この土手をほぐして小指親指っていうこの関節っていうのはまず最初に自分らはいつもほぐしてます。そしたら次他の指、残ってる3本の指の関節もつけていきます。1本ずつこの落ちてくるところで手を入れて立てて関節をつけると。これ体重全部かけます。
そしたら次ウェブをほぐしていくんですけど、結構このウェブは分厚いウェブというかレースが入ってるんで、ちょっと多めというかいつもより激しめに、まず上の部分ですね、こっちで、ここですね。結構ここ皮が重なったりしてるんで硬いので、ちょっと強めに。で、あとここもやってほしいですね。このウェブの下というか、ここも結構開閉の時に硬いとボールを弾きやすくなってしまうので、ここもほぐします。よいしょ。まあ、強化される分硬くなるのはしょうがないと思うんで、こういう構造とか入ってるんで。そしたら次に手を入れた状態でもう一度関節をつけていきます。結構自分は癖でこう外に開きがちなんですけど、こっちの方が補給率が上がると思ってるんで、開き目でポケットを作っていきます。で、体重をかけていきます。で、小指も折って体重で、今結構ここをほぐしてるんですけど、今こういう感じ、まだここが本当に動くだけって感じなんで、次にポケットをちょっと叩いてこの芯の部分を作っていきます。まずはパンチャーで、次はポケットの欲しいところにボールを挟んで体重をかけていきます。これで芯を崩さずにいつもやっております。で、今こういう感じですね。ちょっとまだここが硬いんで少しパンチャーでほぐします。で、今叩いてもんでをちょっと繰り返しまして、水野は基本的に片付けはしやすいかなと思います。まあ、元の形がめちゃめちゃ綺麗なんで、片付けをして今ボールを入れると、はい、こんな感じでちょっとポケット狭めの奥でしっかり補給するタイプで、今こんな感じに仕上がってるんじゃないかなと思います。まあ、最初はただ柔らかいだけって感じだったんですけど、多分これだったら普通にキャッチボールでも取れると思うので、今いい感じかなと思います。この辺のイメージっていうのが今素直に動く場所かなって思います。はい、こんな感じで本日はこちらの水野のグローバルエリートソフトボール用のグラブを片付けする動画でした。まあ、個人的にはこれソフトボール用って言われなかったら普通に軟式のグラブだと思うんですけど、特になんか変わった場所はあんまないんですよね。こうつけててソフトボール用だなって思う場所がないんで、まあ普通に軟式でもバリバリ使えると思います。で、こういう感じ、まあ自分のいつもの感じかなって感じになっちゃうと思うんですけど、やっぱり水野は片付けしやすいかなというふうに思いました。あとはこの中の構造がですね、型崩れをしづらくて、あとここは補給面が浮きにくいっていうのも確かあったと思うんで、まあ、普通にこれキャッチボールで今言っても全然形ついていくんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、学生対応のカラーじゃないんですけど、練習用で使ってもらえれば全然いいと思うので、ぜひチャンネル登録をしてお待ちいただければいいかなと思います。今のプレゼント企画が5月の16か17に終わるんで、また入れ替えてその翌日から応募を募集しますので、チェックの方よろしくお願いします。外野は結構パカパカに動くような感じ、野球の軟式用で、でこっちがソフトボール用ってことで、ぜひ、まあ、自分のチャンネル学生さん多いので、今回2名の方ってことでやらせてもらおうかなと思います。はい、というわけで本日はミズノのグローバルエリートということで、まあ、一番人気のあるグラブメーカーなんじゃないかなと思います。また何かやってほしいメーカーとありましたら、ぜひ下のコメント欄にお願いします。それでは今日のチャンネルは以上です。エウリッシュ。そして今回のプレゼント企画です。まずはこちら、フィールドフォースのインドアバッティングネットになります。こちら室内用に作られたバッティングネットで、軟式や硬式は対応しておりませんが、穴あきボールやウレタンボールを思い切り打てるバッティングギアとなっております。こちらを1名様にプレゼントします。続いてこちら、ローリングスのゴリスポがセレクトしたオイル4点セットになります。こちらがあればすぐにグローブを手入れできるような状態になっております。この2つをチャンネル登録&コメントで応募完了です。たくさんのご応募をお待ちしております。エイリッショ。